モーターマンオンラインです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今日はこちらのポッドキャストの S32 の市販モデルを使いまして、今まで紹介してこなかったこちらのシムを使った場合及び今こちらに並んでおりますポッドキャストのリモコン、こちらを使った時の使い勝手についてをご紹介をしていきたいと思います。今まで SIM、リモコンを使ったレビューをしてこなかったんですが、これらを使うことによって今までの使いにくさが解消されますので、ぜひ興味のある方、またこちら購入を検討されている方は、ぜひご覧になってみてください。また、今まで新型ノアボクシーのディスプレイオーディオ、新型ステッパーゴンのナビでもご紹介してきましたが、こちらの電源補助ケーブルを使うことによってしっかりと作動してくれますので、ぜひ購入の参考にしていただければと思います。まずこちら。今この画面見ていただくとわかるんですが、4G になっております。で、こちらを確認していただきますとわかるんですけれども、モバイルネットワークを見ていただくと、このように SIM が入っていますと、ソフトバンクという表示が出るようになります。今までは Wi-Fi を使っていたんですけれども、これによって何が画期的に使いやすくなるかと言いますと、こちらです。カープレイと Android の切り替えがスムーズに行えるということになります。そこをまずご覧いただければと思います。今こちら、マップを表示したりとか、音楽を聴いたりとか、今私これ、携帯の SIM を使っているので、今、携帯の方の 4G が切れちゃってますんで、Amazon Music は今、使えない状態になっています。別途、Podcast 用の SIM を買えば、SIM を買うことによって、まあ、携帯でももちろん 4G のままを維持できますんで、Amazon Music は使えるようにはもちろんなります。この状態で、ネットにつなげたい、YouTube を見たい、そういった場合、Android に切り替えが必要になるわけなんですが、その場合は、ここを押していただく、車を押していただくことによって、Android の画面に切り替わって、YouTube を選択していただく。そうしますと、即座にネットにつながるようになると、まあ、いうことになります。今までは、カープレイからアンドロイドにつなげようとしたときには、Wi-Fi を使っておりましたんで、ここのボタンを押さなければならなかったということと、携帯をわざわざテザリングをしなければならないので、テザリングの画面を開かなければならない状態がありました。ですけれども、SIM を入れることによって、それが不要になります。で、また今度マルチプレイに戻ります。そうしますと、カープレイに即座に戻ってくれて、普通にカープレイが使えるようになります。で、また今度、同じ容量になりますけれども、やっぱりネットを見たいねっていう時は、このようにネットをすぐに接続することが可能です。あとは Google。何か調べ事をしたいときなんかも、このように Google も即座に開けるようになるということで、今までは切り替えをするときにわざわざ Wi-Fi の設定をするためにテザリングの画面を携帯上でいじらなければならなかった。かつ、Bluetooth のオンオフの切り替えをする必要があったんですが、
もうそれが不要になったということで、SIM を使うことによって画期的にこのポッドキャストというのは操作が非常に楽になるということになりますので、ぜひこのポッドキャストをより便利に使いたいということなのであれば、SIM をぜひ購入して使われると非常によろしいかなと思います。SIM なんですが、こちらになります。今回当チャンネルでは初めてになるんですが、こちらのSIMの変換アダプター、まあ、これ Amazon で普通に売ってますんで、これが必要になります。それから、まあ、こちらの SIM、 今回これ私は携帯の SIM を外して使ったんですけども、この SIM アダプターをにこの SIM を乗せて、で向きとしてはこの向きになるんですが、ここに差し込みます。電源が入っている状態ですと起動しないので、一度電源を切ります。即座に立ち上がるのがお分かりいただけるかと思います。そうしますと、ここ、表示されるのがお分かりだと思うんですが、4G ということで、でかつ、Bluetooth もスムーズにつながっているのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。これでもうカープレイもネットも同時に使えるようになります。で、SIM を入れるとこの SIM トゥールキットっていうのが出てきますんで、まあこれによってつながっているというのがわかります。はい。ってことで、今までは市販品ではなくて試作品のモデルを使っていたので、 SIM が使えないオッドキャストだったりしました。かつ SIM が使えるオッドキャストも素性がまだはっきりとわからない状態でありましたんで、 SIM が使えるオッドキャストも入手が今までできなかったので、はっきりとしたことをお伝えできなかったんですが、今回のこのオッドキャストは市販品になりますので、皆様がお金を出して購入するオッドキャストになりますので、これが真の機能を兼ね備えたオッドキャストになります。しかも正規品になりますので、非常に使いやすいですし、作動も早いですし、バグることも少ない、ほとんどない。かつ、この電源供給ケーブルを使えることによって、ほとんどの新型車にも不具合なく使えるものになります。私、いろんな AI ボックスを扱ってるんですけれども、正直ここまで完成度の高い AI ボックスは数少ないです。例えば、今バックに入れましたけれども、バックに切り替わらないような AI ボックスもあったりします。これは切り替わりますけれども、あとはこういったナビのボタンを押した時にバグって止まってしまうような AI ボックスも、今携帯で撮ってるので、Bluetooth につながって一回止まってしまったんですが、こういったボタン押したことによって黒くなってバグって止まってしまうっていうような
安い AI ボックス、素性がよくわからないような AI ボックスではそういうことがあったりするんですが、このオッドキャストは正規品のものになりますので、そういった心配がありません。かつ見ていただくとわかるんですが、このように日本語でしっかりと表示されているのがお分かりいただけるんではないかと思います。また Android に戻りますが、Android のこのアプリの表示もしっかりとした日本語になっています。こういったものもデフォルトの状態で日本語になっておりますし、ここの時間、日付、こういったものもつなげた時に合っていなかったりとか、そういったことがあります。あとはこういった、今セッティングの画面なんですが、しっかりと日本語で表記されておりますので、まあ、こういったところを見ていただくと、正規品か正規品じゃないかっていうことがよくわかるかと思います。なのでこちらはもう正真正銘の正規品ということで、しっかりとしたオッドキャストになっておりますし、まあそれなりに価格もするんですけれども、非常にパフォーマンスとしては高いものになっています。次に、こちらも本邦初公開なんですけれども、こちら、オッドキャストにはリモコンがあります。こちらのステップワゴンやノアボクシーには必要がないかもしれないんですが、新型のステップワゴンになりますと、リア席モニターを HDMI 出力をすると、フロントの画面も HDMI になってしまって、タッチパネルが使えなくなります。こちらの旧型はタッチパネル普通に使えるんですけれども、新型になってからはタッチパネルが使えなくなってしまうという問題があります。そういった場合に、オッドキャストが使えないんじゃないかというふうに思われるかもしれないんですが、このリモコンがあれば操作が可能になります。で、これどうやって使うかと言いますと、Bluetooth になっているんですけれども、例えば、はい、このように、マウスのように、まあ、ポインターみたいなイメージかもしれないんですが、こういうふうに使うこともできます。例えば、こうやって、切り替えることもできますし、このアイコンで、まあ、操作がしたりすることも可能ですし、あとは、こちらのカーソルで、このように動かすことも、可能です。なので、タッチパネルが使えない車においては、このリモコンが必要になりますし、まあ、このリモコンがあることによって、まあ、操作も結構やりやすい。まあ、ボリューム調整なんかもできるし、まあ、ミュートの調整もできるし、ホーム画面に戻りたければ、ホームボタンを押せば戻ったりもできます。なおかつ、後ろのリア席モニターはタッチパネルではないので、後ろの人が操作したい場合なんかは、このリモコンがあると非常に便利です。例えば、このリモコンがありましたら、マップを見てみたいと言った場合、駅へ行きたい、このように、後ろからでも、ナビの操作ができますし、YouTube、見ることも、後ろからでもできます。まあ、こういった形で、見ることが、可能ですし、また、こちら、カープレイも後ろで映し出すことも可能になりますんで、まあミュージックを聴きたいと言った時に、再生することによって音楽を聴くことも可能になります。まあこういう感じで見ることができるので、画期的に拡張性が広がります。これはリモコンを使うことによってかなり飛躍的に使い勝手というものがアップしていくということで、まあ、皆様にお伝えできるかなと
というふうに思います。ってことで今回はこちらのオッドキャスト S3 にこちらの方の機能としてSIMカードを使った場合およびこちらの専用のリモコンを使った場合の作動および使い勝手についてを今回初めてご紹介をさせていただきました。こちらの商品は概要欄の方に詳細を載せておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。またいまいち作動が悪いよという方はこちらの電源供給ケーブルをぜひお試しになっていただければと思います。それでは失礼をいたします。